ウラナミシジミは、蝶ョメシジミチョウかヒメシジミアカに分類されるチョウの一種。アフリカ、ユーラシア大陸、オーストラリアまで広く分布するシジミチョウで、日本では秋に各地で見られる。成虫の全死蝶は15ミリメートルから20ミリメートルほど。羽の裏には、薄い褐色と白の縞模様があり、和名はここに由来する。羽の表は、 光沢のある青色に黒か主色の縁取りがあるが、オスが青色部分が広いのに対し、メスは青色部が少なく黒か主色が大部分を占める。また、講子の後端には黒い斑点が2つあり、2つの斑点の間には細いお嬢突起が突き出ている。この黒い斑点とお嬢突起は複眼と触角に似ていて、頭部に似た模様を持つことで、体の方向や、 東部の位置について敵の目を欺いていると考えられている。日本では北海道南部以南で広く見られ、日本以外でもアフリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアまで広く分布する。もともと熱帯、亜熱帯に分布するが、移動性が高い蝶で、春から秋にかけて温帯域に分布を広げ、冬には寒さのため死滅するというサイクルを繰り返している。日本でも、 西日本の温暖な地域では一年中見られるが、東日本では夏から秋にかけてが多く、冬から春にはあまり見られない。日当たりの良い草原に生息する。幼虫は炎道、小豆、クズなど、野菜、山野草を問わず、豆か植物を幅広く食べる。そのため手入れが行われない豆畑やクズの生い茂った荒れ地などでは、裏波しじみが多く飛び交う場合がある。 成虫が飛ぶ姿は、ヤマトシジミなどに似るが、やや大きくて、飛ぶのが早いので見分けがつく。幼虫は太くて、短いイモムシ状で、豆か植物の目や鼻、若い果実などを食べながら成長する。和妙に、ウラナミシジミとつく蝶は他にもいる。これらの成虫は、ウラナミシジミと姿は似ていて猛属が異なり、食草などにも違いがある。ありがとうございます。